っていう感じですかね。はそうですね。だい、あのこちらのしんやさんと、はいうん、あのう、ちのメンバーの、みゆきさんが、えっと、交流があって。はい、で、そこから、お話をいただいた、っていう感じですね。なるほど。パフォーブ自体が、ミュージカル専門というか。そうですね。うん、毎年一回は、大きい舞台で、公演をしています。 じゃあもうもうもうミュージカルのプーローじゃないですかねーープーローって言っていいんですかね <laughs> いやいや,いや <laughs> もうねいやもう代表様なんですか胸張ってプーローと言いましょうよういやちょっとこっそりプーロと、ね、<laughs> <laughs> 恥ずかしかったらロープーでもいいですし <laughs> ーロープーにしときますから <laughs> 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 こちら私立羽ばたけ学園劇団オゼットパフォームのコラボの舞台だそうなんですけども、はい、内容としいたしましては、うん、どのような内容なんでしょうか、はい えーとですね、あまり目立たない高校生ーが、弁蔵が信也さん演じる弁蔵なんですけどもこちらが、あのー、主人公になってましてで不良に追いかけられてくる転校生、き、はい、こっちが、はい、美由さん演じるですね、を助けて。でこの学校 ないでこの学園で不正が行われているっていうことで、うん、この匿名捜査員でこの先が転校してくるわけですね。うん、でこの教育委員会に立ち向かうっていうことでなるほど、はい、まあ正義が悪を断つみたいな。そうですねうすねごいなんか入りが 不良に追いかけられてる転校生、<laughs> さっき来ているちょっと昭和の漫画の香りがするスケパンとか出てくるんで <laughs> <laughs> そう、全員お話聞いたら、学ランとセーラー服来てるんでしたっけそうですあらあ、じゃのぞみさんもはい。来ます <laughs> うわー,いいーこれ見どころの一つですよねそうですね、もうなんかあの、味噌汁味 アラサーたちの制服姿っていうなかなか着る機会っていうのはないですもんね。そうですねこれどうですか着てみて舞台を。 ちょっと恥ずかしいけどなんか楽しいですね。<laughs> <laughs> 新しい扉開けてますね。それは <laughs>。<laughs> なんかあのまたなんかスケバンとか不良グループだったりするんで制服をなんかいじったりとかして遊んでるので、うん、改造制服っていう,うです、ね。あじゃあのぞみさんの役柄はスケバングループ側なんですか。私はあのメインのキャストではなくてアンサブルって言ってこなんか、はい。 ダンスチームで、盛り、<ー>盛り上げたいみたいな感じなので。なるほど、なるほど。一役だけじゃなくて、私三役やってまして。えー、すごい、すごい。はい。ぜひ見つけてほしいですあ<ー>、じゃあ、もうあ,あの人ここにもいたとか。<laughs> うん。 それもウォーリーを探せ的な楽しみがあるんですよ、のぞみを探せ三役やってるんでその三役でもセーラー服を着てるはいそうですねこれは楽しみですねでも役柄の中ではスケバンもあるし普通の高校生もあるそうですねこいい子ちゃんの生徒会の効率に従っている学園ものですね、本当に。なんか 私がすごい昔に見た漫画本当に。えー、<laughs> なんか、なんか昭和を感じでもらえればなっていう。まあ、うでも想像できないですよね。ねなんかこういう,う、なんかストーリーがなんかしっかりしてる感じで、だから歌もダンスも踊るんですよねすごいねどう入ってくるんだろう,う、ね。これってマッチするもんなんですか。ね ぜひそれは見てからのお楽しみで。わわわ上手。最後のゲストと会ってね引っ張るね。見たくなる。だからよ。金曜日。金曜日。今週の土曜日日曜日にやるじゃないですか。四月一日普通。あとでまたね詳しい情報言ってもらうんですけども。もう練習傾向は。もう仕上げに。はい大詰めで。昨日もバンドと一緒に合わせて。バンド？すごい。C D とかで踊るではなく。はい生演奏で。 お届けしますすご,すごいねだったらまあ行ったら普通のね通常のって言ったらあれだけど演技の稽古とダンスと歌の稽古して、うんうん、なおかつバックミュージックに合わせるっていうこれね,ね<ー>私たち演劇なんてね、うん、全然やったことないんで分かんないんですけど,、うん、どやっぱり大変ですよね。そうですね結構きっかけ こうセリフだったりアクションだったりがきっかけなので、うん、それをやらないと音が始まらないとかってなっちゃうんで、うん、そっかっきっかけは絶対も外せないんですよね、はい、怖いね我々芸人やってるんですけど普段もうきっかけとかねないもんに等しいもんね、うん、等しいね雰囲気でやってるんですよそう, <laughs> そういう感じのことを言えばみたいな <laughs> すごいでもそれもすごいですそっかそのセリフを固めるところもまた 大変なところでありますね,で,すねいやでもやっぱミュージカルってったら歌が上手い方ばっかりなんですかそうですすかそうね、まあ、歌も稽古してみんなで合わせる合唱みたいな感じで歌うところもあるので結構歌も練習してこれは何て言いますか稽古場で歌を歌うのももちろんだと思うんですけども、うん、プライベートでカラオケ行っちゃう人とかもいるんですか カラオケとかでも,もう。あのー メンバーでカラオケとかに行くと踊り出します楽しそううっとしい楽しいと思うけどはいじゃあのぞみさんも踊りますねカラオケ行ってえ嘘まだねお会いして何十分も経ってないですけど踊らなさそうないや踊りは好きなんですねだからパフォーパーの代表になったところもあるんでしょうねこれストーリー的には なんていう感動系ですか。ああ、そうだね。学園の、学園の、えっと愛と勇気のドタバタコメディ。コメディ。コメディ。ですね。なるほど。確かにそうだな。そうですね。おじさんがもうコメディ。お笑い。はい。強いので。確かに。もうどんどん面白くなっていくんで、もう楽しいですね。稽古してても。あ、そうか。やっぱ他のパフォーブさん。 他の劇団の方と交わって稽古するじゃないですか、うん、やっぱうちとは違うなっていう感じはあるんですか <laughs> そうですねもう、はい、なんかもう毎日楽しいもう本当に笑いが止まんないみたいな、あのー、笑い止まんねえというかこいつらやべえなっていう笑いですよね。<笑><笑> いやどうですか稽古ねもう新日は重ねていってますけども、うん、仲良くなった方とかもいいらっしゃいますかそうですねもう仲良くもなってあのもう本当にダンス普段経験がないってことでうもうとっても頑張ってもらって、うん、そっかそっか大瀬さんってダンスはね,ねえそうだねあんまりやらないことやフォープの方々に習ってそうですねあの振り付けもあのメンバーが パフォームのメンバーがやっててで、あの、そうですねダンスレッスンだとかやったりしてますそっかあ、そう振り付けもやられてるんですねパフォームの方がええ。はい、奥間由美というメンバーが奥間さん奥間さんは今回、この舞台にはは、そうですねあの、最近、あの、出産したばかりではぁはぁ出産して大勢に振り付け教えてるわけいいよ、休んどいてお家で大きいお腹で、もう結構なんかあの 大きいお腹しながら振り付けもしててすごい中で赤ちゃん参加されてる感じがヨレてんかいやいや大丈夫です元気に生まれてきてくれてよかったよかった無事におめでとうございます喜んでるかもねじゃあね中で踊ってるかもね一緒にねリアルダンシングベビー一緒に踊ってくれてパフホブの方は総勢と言いますか何名いらっしゃるんですかパフホブは今所属は七名7名今回の舞台では キャストでは5名出演して、うん、1>, えっと1人はあのバンドの方で名前奏のサイザーで演奏しております。 お一人様を振り付けでそうですね振り付けで参加ということあじゃ全員参加されてるんですね全員参加もういいよいいよ四月一日ですよすぐだねもうすぐよねどうですか心情としましては緊張してますね何を教えますやらパフォーマーの皆さんのための舞台なようなものでしねもうもう劇団オゼさんのもう第五十回の本公演ですから深い五十 会の本公園かそうかそうか大きいところでまたやりますもんね場所もはいテ <うん S 2> ンブスホールで4階で <はい S 2> あの200何十名も入るところでねすごいねすごいわこれぜひ皆さんに見てほしい <うん S 1> ではえ詳しい情報をいた言っていただきましょうかはい,はいよろしくお願いします。今週末4月1日2日日日土曜日が えっと夕方六時からの公演、うん、で二日日曜日はえっ、ー、と昼一時と夕方六時からの公演となっております三公演ですね、うん、はいえっ、ー、と料金の方もはいお願いします、はい、えっ、ー、と前売りが大人二千五百円小中高生が千五百円で当日は五百円増しとなっております、うん、はい<あ>じゃあもう前売りで買った方がお得ですね、うんはい、もちろんこちら購入方法はどのようにしましょうか。 えっとですね、購入、えっと、チケット予約、オリジンコーポレーションの方のお電話がありますので。お伝えしますね。はい。えっと、ゼロ九八。八六六。六一一八。 の番号ですね。はい、よろしくお願いします。はいはい、あとホームページもオリジンあるので、うん、こちらからでもお問い合わせいただけるかと思います。はいはい、あとちなみになんですけど、日曜日は国際通りがトランジットモールなので、はい、早めに行くとか道をね調べてた方が確実かなと思います。あのどうしてもテンブスがね国際通りの ところまあ真ん中っていうところもあるので、うん、うん、あの道がちょっと通れないところもありますのでぜひ調べてきていただきたいと思います、はい、そしてですねえチケットプレゼントがございますお<ー>先週からチケットプレゼント募集しているんですけども、はい、ま今日が最終ということでなるほど皆さんにはぜひ、えー、抽選にはなりますが、うん、当てていただきたいはで、い、こちらご紹介させていただきます、はい、チケットの応募方法がですね、えー、まず こちらの orig p, origin at mark fmnaha.jp origin at mark fmnaha.jp の方にメールの方ください、はい、オリジンチャンプル私立羽ばたき学園ゲストウィークチケットプレゼント、うん、こちらチケットペア一組様にプレゼントいたします、はいはい、希望者は氏名電話番号名機の上 origin at mark fmnaha.jp までにメールでご応募ください、はい、こちら応募締め切りは今日ですね今日まで、はい 3月27日月曜日の今日の日付まで、うん、こちら応募者多数の場合は抽選となります。あなたのご応募お待ちしておりますということで、はい、皆さんぜひ早めにチケット応募して、ね、無料でさら、はい、<laughs> に楽しんで,、うんでね、<laughs> 外れたとしてもね、まあ、買えますからまあ、ねうん、パフォーブのホームページはあったりするんですかそうですね今ホーームページはな フェイスブックでどのように検索したら出てきますか創作ミュージカル団体パフォーブで検索していただけるとそのパフォーブに関する質問だっとかご要望ご意見などございましたらぜひこちらの方のよろしくお願いします。お時間早いんですけども最後に まあ、皆さんに一言言っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい,はい、劇団大勢本公演第50回ということで記念になるミュージカル。 本格的なミュージカルとなっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ちょっと短い時間付き合っていただきましたけども、またぜひ遊びに来てくださいね。あの、いやかもしい番組で申し訳ないですけど。本当に、ぜひまた遊びに来てください。はい、それではゲストに来ていただきましたのは、パフォーブ代表の赤嶺のぞみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 いや、叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てー、すぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ、洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安く、ビッグワン ビッグワンでの買い物楽しみだなえー、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエディや英ウオレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろよし、なお、いつも安くビッグワン <music> さあやっております月曜「リジンチャンプル」お相手は鈴川さーきとさーきとで,ではメールいきたいと思いますーいこちら。 鈴、はい、神奈川の野見ハートですなりどうも先週は伊勢交友ライブに起象転結ライブ、うん、それに三重県フェアの営業もお疲れ様、うん、まさかのコンビ名コンビの名前つながりでがっつり営業が入ってよかったね,ね<ー>で今日の放送は気が抜けてない笑い笑、うん、気を抜いてるとブスがさらにブスをストリーミングに映るから気い尽きるよ <laughs> やかましいよ <laughs> ところで、はい、先週のクイズで出てたテントウムシのサンバ はい、あれはスーズは分からなくて OK よだってマツケンサンバもスーズ世代は微妙でしょでしょだからさっきうちなギャル代表と思われずに詐欺疑惑が出ちまうからこれも気い付きでよ <laughs> 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 とにかく今週はイベントごとが少ない週だろうから番組ちしっかりちばりようどもどもいやみんなわかるでしょあれいや分からんって伝統トのサンバでよいや分からんって世代じゃないよ確かにだけど、うん、話題には出るさ なんて要はなんかこの何昔の曲のヒットパレードみたいなあと結婚式といえばみたいないやないよいやだってみんな結婚式といえばやっぱ西のかなとかだよ今いやいや新しい新しい <laughs> それは新しいほんと最近の話だろでもさ、はあ、でも正直、はあ、なんかほんとにサーキーってところどころ昭和っぽいわけよ、はあ、うん<に>昭和っぽいよチラじゃないわチラじゃないチラだけの話じゃないわそれ <laughs> いや、なんかもう全体的に。ええ。全体的に。なんかな。なだろう、なんか、もう全体的になんかなん。うん、聞くた聞く機会が多いんだよ、多分、その昭和の。あ、なんかさっきが、その時代がなんか好きなんだと思う。あ、そうかも、なんかさ、うん、昔の。人形ドラマとか。 漫画とか好きで好きだから確かにそれに影響されてるところあるかもな多分それでいろいろ知ってるんだと思うさっきはああいやでもテントウムシの三本知ってると思うけどでしょあなたと私が分からんよわかると思うけどな結構ボケとかでも使われてるような気がするんだけどな不思議な話だね こちら、はいハイザイツトムです、はい、先週のライブもお疲れ様でした北海道の芸人さんと絆ライブでしたね、うん、話が変わってさっきちょっと聞きたいことがいいね、うん、あいいですよ、うん、えっと先週の水曜日のお昼に茶碗、うん、のペットショップで誰かとすれ違わなかった自分をふ似てると振り返ったらさっきも少し後ろを向いてやっぱりサーキーだかっこいい男性と一緒だったね誰ね彼氏ね教えてよはああ<ー>ペットショップ ペットショップ。さっきペットショップ行くの?。行,行く行く。あ、当たってるんだ。だって <laughs> ちょっと待って、すずがわからないような、お話が入ってるぞ。<laughs> なんだなんだ。まあ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 。まあ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 、そういうのもあるでしょうね。 あるよ。あるよ。二十代前半だもの。そうだぞ。あるよ。サーキの方が持てるんだぞ。サーキマジで持ってるからね。持てるっていうか、持てはしないけど別に。ああそうそうあの猫見たくて、うんうんうん。猫カフェとかよくあよくっていうかたまに行くぐらいなんだけど。前もちょっと飼ってたもんね。そうそう猫好きでたまに行って久しぶりに猫カフェ行こうかなと思ったけど。 猫カフェってなんつうか、ちょっと高いんだよ。ああ、わかる。なんか高いさ。確かになんか入場料みたいの払って、なおかつ中でなんかドリンクとか、やっぱカフェの値段するやつを買わないといけないから。 まあ触れなくてもペットショップだったらただじゃんまあ見るだけでもだけだ。しかも子猫さん私いろんな犬とかも鳥とかもウサギとかもいるからたまに行くんだよ多分その時ですかねなるほどねはははいいいあるさ先にも男とあることぐらいあるわわ気になるえっとこちらですかねはいねこれはもう呼んだやつかなうん これれかなどれでしょうかお疲れっすご本指でーすはーいどうも今日小学校以来に鳥,に鳥の糞んが落ちてきた <laughs> 最初なんかなと思ってみたら茶色い、うん、で上見たら電灯に止まってる鳥が1匹<わ> 1> まあ臭くなったから洗って仕事に戻ったけどでもその鳥の糞って白と緑が混ざってるろと思ってたさずはあ汚きた,たなきた <laughs> のきた <laughs> 確かにさ確かにあの、うん、鳥の糞ってさなんか白いよね。だからね鳥のし鳩が白いんか。鳩えでも鳥は全般的に白いんじゃない。確かに黒い何食べてるかにもよる。ああ確かに確かに、まあ、糞だからね、うん、確かに白と緑なイメージだな。ねあの車に、うん。 ついてる鳥の糞はすぐ吹いた方がいいらしいですねなんで酸化するからすぐダメになるってあの色が車の色マジでうわだからあの山ほったらかしてる方すぐ吹いた方がいいですよ天井とかねだかイライラするよなあいつらねマジで本当にトイレ行けトイレ吹いて流せお尻をほんとによわじわじするわでもなんかさ大人なってあんまり鳥の糞に当たることなくなったね えんかさっき子供の時よく当たってたような気がするわ鳥の糞とかセミのしっことか嘘でしょうん本当にじゃあまたセミのあれしっこはあるけど鳥の糞はない何目の前で友達は当たりよったあ肩にボンってやっぱりうんあれよマジで危険だよなサッチもできんしさだからねずっと上見て歩くわけにもいかないさあるのみんな普通なのこれえでも多分人生に1回ぐらいあるんじゃない当たったことないよっていう人結構運いいと思う マジでいいような気がする、はい、だってこんなにさいっぱいいる鳥だぜうんえ鳥るんじゃない、えー、そうでも鳥の真下を歩くことあんまないからね、うん、鳥の真下を歩こうと思うこともないからな <laughs> <laughs> な <laughs> んだわ鳥の真下歩くことないっていう発言は。<laughs> 待ってな全然話変わるけどさ鳩、うん、で思い出したんだけど、うん、あのゴーパチのさ、うん、新都心の、うん、あの T 字路になってるところわかるなんかあのえ,えっとゴーパチで新都心に行く道ああーローソンがあるところあ,あっちのさ横断歩道とかでよくなんか。 バイオリン弾いてるおじさんがさ<ー>めっちゃハート止めてるわけよあれすごいよねあれ何ん、ね、確か何かを訴えてるおじさんなんだけど <laughs> そ分からん平和かなんかわかんないんだけど <laughs> 確かによく見るわ見るよねバイオリン弾いてるおじさんがいるんですよこの交差点というか T 字路でみんな中,中の人知ってるかな知ってると思うよ有名じゃないでその時に思ったっけ全然フンついてないなってなんか結構止まってたんだよね肩も腕も 肩も腕にもバイオリンにも止まってるよねそうそう、<ト>頭とかにも止まってたからで周り死にいっぱい子供いない <laughs> いる鳩 <laughs> <laughs> と子供がデジョってきてるっていう <laughs> あな。確かにあれはフンはいやでももまみれてないなだとしてもあれどうやって集めてるんだろうねどうやって乗せてるんだろうね最初はあれじゃない餌あげて、うん 寄せてってバイオリン弾いてって状態だけど<ー>いつの間にか逆になったんで、うん、バイオリン弾いたら餌もらえるっていうあなるほどね頭がいいからねそれは感覚になったんじゃないなるほどねあはいはいはいほらタンコマさんから、うん、ツイキャスで、うん、上上の矢のとこ鳩おじさん、うん、あ鳩おじさんって呼ばれてるんだ そのままだな。<laughs> もう唯一の特徴である唯一というか <laughs>、うん、バイオリンっていう特徴は何もイかされてない。鳩実だから鳩しか見えてんやし。<laughs> おじさんのやりたいこと伝わってんはずな。鳩 <laughs> <laughs> ってことはなんか平和的なやつだ,なだ,だと思ってた。うーんでも確かにそうだね。 平和の象徴ですから、鳩<え>さんはねえ、あの人はじゃあ運がいいんだね、うんこついてないからあんなにハトいっぱいあるのに <laughs> 運がいいおじさんだ、あの人は <laughs> 何か訴えてるおじさん、運がいいおじさんって言うなもっと伝えたいことあるよ、自分の運の良さじゃないわよ <laughs> <laughs> えー、こちらうん。 スーツとサーキー、そしてそしてライジオンの前のぐついを中央がなびら年の子より柴咲子、不良中年の芝居たるか博士でございますはいだ、どうまありがとうございます,いますドリンクもいただきましたねでじゅうまい、デジイマイこれだからよ美味しいねあ、早っ、飲むの早あ、うま二十 <laughs> 枚 <laughs> うんでじゅうまいスーズとサーキー、起承点決でなったらよかったよあよかった。うごオチが素晴らしかった <laughs> <laughs> いいよ、いい、スズ酒はいい あれ、オチね,ねえよかったでしょ、あれよかったーその絵本見てもらえてねねえ嬉しいね,ね<え>あのネタも結構すんなり出たけどね確かにねう,ーんうんキャラがあるからねあれやりやすかったあのネタやった後にデージー色な人からブスだったのかった「ブスだったのよかったよ」って <laughs> ブスだったよよかったよ」っていう褒められ方はこの職業じゃないとないなと思って <laughs> <laughs> デイジブスだったよブスが褒め言葉ってすごい,、ね、すごいようなすごい世界だよな <laughs> すごいわー あ,ありがとうございますっつってさっきねブスって呼ばれてるのに <laughs> ブスだよよかったよっつってねすごいね <laughs> で時間もいい時間だったというかあーね私たちの持ち時間5分でそう5分過ぎたら減点になるんですよそうなんですよで、ネタやり終わった後にちょっとや長く感じたんだよ体感的にね、うん、すずも見に行ったんでしょスーズ時間そうあの測ってる人いるから測ってもらった人にね何分だった 四分五十五秒、うん。すごい。五五秒前でした。五秒前。これもう一秒でもあれだったら,ら。ね。まじかい。いっぱいいっぱいできたからね。よかったね。う,ねうん。でもあのネタよ。お腹いっぱいなんだ。だからよ。味濃いわ。芋太でする。<laughs> こってりだわ。<laughs> こってりだった。<laughs> いつかはあの見てない方にも見せられるといいなと。 思っておりますよその機会あったらぜひね見てくださいはい。おすずあのスナックの音をもらっていいカランコロンからンまでのカランコロンからのまでのうんあのメールが来てるんであどこですかまあまあ当にメール来てるんですずが読むうんそうねえっとどこだろう一番上かな一番上うん。えっとちょっと待ってくださいねルイえいえいえい あるじゃ、ちょっと借りようかな、ないぱっと。ちょっとメールを出しましょうね。とよこママ来てくれるんだ、嬉しいな。そう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 、これです。はい。すごい。ね、来てくれたね。先祖ママが呼んだ方がよくない、これ。まあ、相槌ってところもあるからな。うん。行きましょうか。じゃ、すずが呼んでいいの?。カランコロン、カランからで、お願いします。はい。カランコロン、カラン。はい、いらっしゃい。あ。 とも、豊子ママ、ハイサイ誰が、ともこママよ、<laughs> 豊子よ、<laughs> いい加減覚えて、すずちゃん <laughs> 神奈川の、ノーミーハートだよあら、ノーミーちゃン、いらっしゃい豊子ママ、なおこママに負けず、負けず…負けず、劣らずかしら劣らず昭和の昭和のバスエカンカジャーがカ,カジャーが半端 <laughs> なし、半端…ん 万内していいねあの私が読むはごめんねすずちゃんごめんね私が読んで私が合図地も打つわすずちゃんは自由にして楽にしててジュースでも飲むありがとうじゃ楽にしててね私が全部やるからあママすずにバスエカの読み方と意味ちゃんと教えてあげてねかっこ笑い。 残黒お願いねすすぐ出すわところでスーズち、うん、ーママに昇格したんだっておめでとう、うん、これからは九九は全部覚えなくても100までの数字はちゃんと順番通りに覚えた方がいいよはい覚えていないと豊子ママに「今日は7時間働いたから時給800円で合計4,500円のお給料ね」でごまかされても何にも言い返せないからね、うん、あ,まあ、まあ、スーズに ごまかすって読み方も教えてあげてね <laughs> あとアルファベットもきちんと覚えてねスーズが急に巨乳になってもブラジャーのサイズを言えるようにだ<ん>いやーこれは完全にスコハラ親父のザレ事だね<ん>じゃあスーズがザレ事をスラっと言えるようになったらまた来ましょうねカランコランカランザレ事あのもう私が読むことによって<ん>メールを出したノーミーちゃんもんおかしなことになったか <laughs> お釜みたいになってるから、あのできれば <laughs> 私の私のコーナーの時はできればすずちゃんがお客さんになっていただいて、うん、読んでいただいた方が、うん、まあ成立はするかな。うん、まあでもこれは送る人が悪いと思うんですよ。<laughs> あのあのもし豊子ママ宛てに送るんだったらすべてひらがなで、すべ <laughs> てひらがな表記でお願いします。うん、あなた上手になったわね。ぜひお願いします。そういう。 逃げ方うまくなったわねやっぱ何年も言われたらそういう対応はできるようになるのかしらひ、ねね、ひらららががななでだったら読めます <laughs> ちなみに、はい、7時間時給800円で7時間働いたらいくらになると思うあなんて7時間時給,時給800円で七時間働いたらすずちゃんはいくらのお給料だと思う、えー、そんなのは知りませんけども4500円は近い。 うんまあ近いっちゃ近い私的には4,500円でもいいわねって感じだけどもえ800円で7時間うんそうよ要は1時間800円でしょうん、800円が7回ってなるといくらかしらってところよねあ、まあじゃあ計算式だけ教えて計算式87ね87。 八かける、は、八かけるもうそう、よ、八け算よ。八七、7 8 7あれこの子。八七、八十四。あらー、そんなに払えないわ私。<laughs> えー、八七、7うん、八七、六十二。<laughs> もうあの首ね。<laughs> やめて、首ね。働かせて。 まあいいわこれからねゆっくり計算方法そうね私が全部あの結局管理してるところもあるからだってママのところじゃないとどこも雇わってくれないよそうねあなたあのー、思い出したわ出会いは雨の中震えてたわね <laughs> <laughs> 雨の中<う>屋根もないところで震えてたわね <laughs> そう計算ができないのって <laughs> <laughs> そうねうちにうちに連れて帰っておにぎりをあげたわ <laughs> 泣きながら食べてたわねあなたは何も入ってないてかかあの白いご飯を、うん、<laughs> 白いだけのご飯をあなたは嬉しそうに涙を流しながら食べていた思い出すわママに拾われたあの頃ねそうね、うん、あの頃は言葉も喋れなかった <laughs> どこから来たのどこ出身 <laughs> よくここまで来たわ、ね、いいのよだからあの掛け算とか、うん、まあ割り算とか 最悪喋れればいいわ最悪おはようございます言えればそうだねいただきますとねある程度駆け引きができればそうねいいわもう好きに行きなさい笑っときなさいあんたはずっとずっと笑っときなさい助かるじゃあもう以上かしらねお客さんあか以上かしら以上ですかもてくださいいねねじゃは ただいま、お帰りなさい。まさかあんなエピソードあったとはね。ね。実はああいう感じだったんですね。出会いは。こちら、ラジオネームズーミンさんよりいただきました。ありがとうございます。鈴川咲太のお二人様、こんばんはです。北海道から投稿させていただきます。昨日のイオン沖縄ライカモのステージ終わりに話しかけました。大男です。あー 飛行機乗り遅れただからよ帰れたねねえね気象転結絆まつりライカムでの三重県フェアお疲れ様でした、うん、ネタも面白かったです先ほど北海道に無事に着きました<ー>楽しい時間ありがとうございましたまた機会があれば沖縄行きたいと思いましたありがとうございます嬉しい北海道からねわざわざと気象転結見てその後の私たちの三重県フェアイオンライカムのやつを見に来てくれて、うんね、えあれも買ったってさあの本よ本あ。 ええー、どんだけ貢献してくれるわけ、ほんとによもう沖縄からゴーヤーでも送りたいな。<laughs> 食べれるか分からんけど。嬉しいラジオもありがとうございます。ついたってよかったさ。だからさ、無事間に合ったんだね、飛行機ね。いや、さすがに二回目は間に合わさんといけんに人として。ズーさん、もしよかったら、これからもね、あのメールの送っていただきたいと思います。じゃ、お時間あっという間ですけども。あっという間です。皆さん、今日もありがとうございました。また来週の月曜日、お会いしましょう。お会い手は鈴川さきと、さきと。鈴でした。また来週の月曜日、バイバイ。

station.